三条地震とは、文政11年11月12日に、新潟県三条市付近で発生した地震である。震王は、北緯37.6度、東計138.9度、マグニチュードは6.9と推定されている。当時の記録によれば、朝も辻城国に発生したとされる。現在の新潟県三条市、燕市、見付市などで、 現在の震度7相当の揺れがあったと推定されている。越後山上地震、または分生山上地震とも呼ばれる。なお、ほぼ同じ位置で、全体で、全壊12,859件、半壊8,275件、消失1,204件、死者1,559人、怪我人2,666人など、被害の実数は出典により、移動が多い。 いち早く発行された河原版は、弥彦山さんは大きく崩れ、海の中へ押し出し、三条町、園町、東見門関御堂、大門など残らず、揺り倒れ、電波田、山川が崩れ、神は、怪我人はその数知れず、余震が十四日まで頻発した古今んれなる、大地震と報じたという。地震当日の三条は、2七の死が3の町で開かれていて、 早朝からかまどに鍋をかけて、煮たけをしている最中に揺れは襲い、大町、三の町、四の町、五の町、隣の裏、縦村など十三箇所から火の手が上がった。その火は、瓦礫溶かした家屋に次々に燃え広がり、町全体を覆った。三条町では、千七百四十二棟のうち千二百二棟が全壊した。 本寺工事にある東本願寺三条別院の掛所書でも記録によれば大伽藍の本堂などが一堂にガラガラと潰れた。某にいた、そう、役人、中間に至るまでが驚いて肝も心も失って、呆然とする間に、裏盾村からはルビが飛んできて、仏閣は残らず消失したという事態に陥ったのである。三条自身のニュースは江戸まで伝わり、 河原版が大事件として扱ったのである。被災の山上は、ごぜくぜつに節々と歌われ、一時は山上滅亡説、さえ流れた。見つ町付近の小さな堀戸部川がせき止められ水位が上昇し、決壊の危険が予測されたため、漁師が命じて、積雪を除きき止めていた土砂をさらって、決壊による被害を未然に防いだとの記録がある。小泉記名。 青県が筆写した芝田藩領の被害記録、組、諸城町によれば、揺れが伝わってくる方向が目で見ることができたと、されている。これは、平坦な地形のため小高い位置からは5 0トル程度を見通せるため、地震波の通過に伴い揺れた樹木の動きによって、揺れが見えたと伝えられたと、解釈されている。当時の村上藩主であった榊原家の江戸屋敷日記に、 5月14日、交合点。インゼビジュー・村上飛脚来座。5日、小村上大地震兵5条中5課中長中、無別上上川4万国の内百姓家503件ハゲ人13人馬2匹。市電爆高上田百合子みなりこの記述中の4万国は、当時の村上藩が用いていた地方名であったが、宇佐美達夫ら著名な地震学者は、国でかとの誤った解釈の結果。 実際より5 0トルも東方の福島県境付近で発生した地震として扱われていたことがある。1964年の新潟地震で注目された液状化現象が山上地震でも発生していたことが最近の調査で分かってきた。当時の文献に砂、水の噴出した記録が残っており、地質調査でもそのことが裏付けられている。 液状化現象はかつて稼働であった箇所で多く発生している。小泉青井県文庫によれば、いくつかの現象が報告されており主なものとしては、井戸水は6ヶ月ほど前から濁り始めていた。当時の越後では自噴する天然ガスを今度の火力として利用していたが、地震の1ヶ月ほど前より止まり、地震後に噴出が再開した。3時間ほど前から、明動音、等、 二一急流星園断層が、寄進断層と考える説もあるが、明らかになっていない。被害状況から推定すると、平野東園に存在する場合は、東傾斜の逆断層が想定されるが、二、コスド、黒崎間が隆起したため、品野川の流路が変化したことが報告されているが、国土交通省の分析によれば、 地震により干上がった稼働は1592年から1597年の直江え工事による人為的な治水のための不審箇所であった。ありがとうございます。